はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、久々に梅酒ということで、ね、長屋の梅酒のスペシャル、ね、となってます。でかいです。これが何リッター？何リットル？ 1.6 リットルプラス、梅の実が 200ml。なんで合計 1.8 リットルですかね。多分ね。容量的にね。うん。で、なんかここにね、ぶら下がってるんですけど、これがですね、まあ、ついてきた。んですが、こちら。なんと珍しい。長屋が作った梅酒に合う炭酸水。ね。うん。長屋が作った炭酸水。何のことはない。ただの水と二酸化炭素の原材料名がね。水と二酸化炭素。で、試飲館と書いてあって、非売品と書いてありますね。梅酒一体ソーダ2で楽しむなんて。で、特に何の説明も書いてない。何がどう合うのかよくわかんない。多分これ非売品ってことは売ってないよね、結局。うん。なんか付属品としてこれにつけるようにか、作ったのか、ね、わかんないですけど。わざわざ、ね、別に、作るようなもんでもないと思うんだけどね。あ、目が痛い。目が痛い。まあ、とりあえず、これ、ね、うん。飲みますけど、この炭酸水も。ただのこれ炭酸水ですからね。多分、何も変わんない、普通の炭酸水だと思いますけど。ああ。強炭酸水かな？うん。炭酸が強いですね。うん。うん。まあ、強い以外は、普通にウィルキンソンの炭酸と変わらんか。でもウィルキンソンも炭酸普通に強いですからね。まあどうでもいいか。うん。ね。ということで。あ、これ蓋が。あ、すげえ。こんな感じになってる。で、こういう、パカッ、こんな感じ。です。になってますね。フルタブか。フルタブ式ですか。あれだな。長屋のプラキューみたい。プラキュー。ね。あるじゃん。まあ、これ開け口がでかいんで、ね、あれが取りやすい。梅が取りやすい的な感じでしょうか。ね。うん。ということで。まあ、これ中身はね、梅酒長屋スペシャルとか書いてありますけど、なんのことはない。うん。至って普通の長屋の梅酒の紀州でございます。うん。長屋のサイトへ行きますが。うん。一番売れてる梅酒の紀州。うん。美味しい。スペシャル。ね。ん？容量が 1.6 リットル。
1.6 リットル。なのか。1.6 リットル中の、その中に梅の実が、ね、っていうことですかね。やっぱ美味しい。まあ、ここのね、栄養成分一覧って書いてあるんですけど、これを見ることも、見ると、スペシャルと紀州っていうのが、まあ、全く一緒。うん。意外と知られてないのが、紀州にも紙パックのがあって、それは若干違うんですよね。で、さらに言うと、プラキューっていう、あの、梅酒のほら、ワンカップ大関みたいな。あれも実は違うんですよね。紀州と同じではないんですよ。紀州と同じのやつは、ピオっていう、もっとちっちゃい、あの、ね、ワンカップの、やつがあるんですけど、あれは一緒なんですよね。うん。まあ、詳しく知りたい方は栄養成分一覧、ね、長屋のサイトにありますね。うん。それを見るといろいろ、あ、これとこれ違ったんだ、とか、ね、わかります。うん。美味しい。アルコール度数がね、これ 14% ですね。うん。原材料名が、梅過去国産、砂糖、醸造アルコール。で、蜂蜜が入ってますね。蜂蜜入ってんのか。うん。美味しい。やっぱり。うん。梅の実も結構入ってますからね。ゴロゴロ何粒入ってるのこれ。2、4、6、8、10粒ぐらい入ってるかな。うん。ね。うん。美味しい。それでは、お待ちかねの炭酸割りを、1対2でしょ。こんなもんかな。じゃあ乾杯。うん。うん、美味しい。さっぱり。うん。うん。やっぱね、通常ね、ストレートで飲むと、ちょっと甘すぎる。うん。んですが、これはちょっと、あら。いいねと、うん、甘くない。手で摘んだ梅の実は、梅の実って梅雨の雨を吸って大きくなるんですよね。手で丁寧に仕込み、手をかけて熟成させる。それ以外の手は加えない。まっすぐな梅酒、長屋紀州。うわ
あれだな。CM 見ましたけど。うん。でね、この蝶屋がですね、実は、オンラインショップもありまして、これがね、まあ、高いです。正直。ちょっと高いか。なんか、梅見頃っていう、うん、梅の実だけのやつですかね。これ高えよな。2袋セットで1300円、1個650円か。高すぎないか。1パック550グラム。20から25粒入り。高いだろう。ちょっと高いぜ、それは。これは買いたくないな。うん。もっちゃ高いよ。うん。もっちゃ高いね。え、すげえ。蝶屋特選人参酒だって。え、ちょ。人参酒だって。原材料名が、醸造アルコールと砂糖と梅酒と、ブドウ糖とロイヤルゼリーとブランデーと、これなんて読むんだっけこれ。なんと、高齢人参。で、なんだこれ。桂川で、浜防風。エゾウコギ、生姜、長寿、途中肝臓、ウコン、ハトムギ、ナツメ、クコ、サフラン、カラメル色素だって。めちゃくちゃ入ってるな。これ、高齢人参って読むんだっけこれ。ごめん。わかんない。あ、高麗人参？ん？高麗人参か。高麗人参。へぇー。1本 700ml で2626円。ほぉー。まあなんか、しかもものすごいもう、あれ、もう直接入ってますよ、人参が。ボーンって。アルコール度数が19度。へぇー。はあ、これ美味しそうですね。60ml のやつもあります。10本入りで2060円。いや、個人的にこの10本入りの方が欲しいんだけど。ねえ。そう思いません？なんとなく。こう、ちょこっと飲むのに、いいっていう。まあ、値段も安いしね。10本入りだから 600ml で2060円。700ml で2626円だから。うん。まあ、でも見た目的に言うとやっぱり、あれか。700ml のやつの方が、うまそうだ。ねえ。これはなかなか珍しい。うー
でもこの長屋が作った炭酸水は売ってないですね。一体何だったのか。なんか梅ゼリーとかも売ってますよ。梅絞り、クエン酸含有飲料。お酒じゃない。お酒じゃない、やつですね。まあ、そんなもんですかね。いや、この人参酒は飲んでみたい。ですね。非常に飲んでみたい。多分オンラインショップのみでしょうね、これね。多分。わかんないけど。長屋特選人参酒。あ、楽天市場で売ってんだ、これ。あ、売ってますね。あ、楽天とかでも買えるっぽいね。いや、これ健康っぽいわ。もう、陽明酒レベルの、なんかあれですね。うわ、すげえ入ってるもんな。ねえ。高麗人参。いいですね。こういうのも。ウコンも入ってんだもんな。酒にウコン入ってんのかよって。こういうのいいよね。いや、俺さ、関係ないけど、あれ飲んでみたいんだよね。なんだっけ。ヘビのさ、あの酒。ハブ酒、ハブ酒じゃんわ。ハブ酒も飲んでみたいけど、マムシ酒。あれ飲んでみたいんだよな。マムシ酒ね。マムシ酒、ヤフオクで売ってねえかな。前探したんですけど、ないんですよね。いや、あるはあるのか。あるはあるんだけど、マムシ酒。マムシ酒、ヤフオクでググるとね。マムシ酒。もう高いんですよ。こだわりのマム、超こだわりのマムシ酒、ウイスキー漬け。20年もので7000円とかありますね。あ、入札ある。のが一つありますね。ブランデー漬けか、これ。ブランデー仕込みだ。2013年5月に捕獲したマムシを2ヶ月間置いて、排泄を済ませ、ブランデーに突っ込みましたって。どこで、愛知県の山間部だって。マムシが入ってます。50センチ前後の個体です。これはいいな。だから今度来年、のね、5月、6月、7月ぐらいかな。に取りに行きたいんですけどね。ブランデー漬けだ。超こだわりの20年もの。
いや、いいな。七瀬か。だっけな。あ、結構ありますね。秩父産、マムシ酒。2012年もの。12年度はこれで最後。コマムシが1匹。300ml の焼酎。値段が1000円。これ入札したいぐらいのレベルですけど。昨年のコマムシ酒が残り1本となりました。すげえな。売ってる人いるわ。あれ結構売ってるんだけど、あれ？あ、でもちっちゃいですね。コマムシ酒。コマムシ。やっぱマムシって言ったらさ、でっかいの欲しいよね。こんなちっこい、こんなぐらいのさ、違う。こんなレベルのさ、これぐらいの太さのやつですよ。こんなんいらんでしょ。もうちょっとドカッとさ、ねえ。うわ、たっけ、7000円、くっそたけ。くぅ、高すぎる。高すぎるわ、さすがに。もうちょっといいのないの？やっぱ、マムシって言ったらやっぱり、ね、長さが1メーターぐらいの、ね、やつの、マムシの方が絶対いいですよね。あ、今度取りに行きたいんだけどな。新潟県でも一応いるらしいんだよね。うん。いるらしいんだけど、まあ俺ちょっと去年はちょっと取りに行けなかった。来年こそちょっと取りに行きたい。え？マムシ57センチ。5000円だってクソだっけし。57センチ最大級。嘘くせえな。生き物売ってるじゃねえか。5000円は高すぎるだろう。さすがに。バカじゃないの？あ、あった！天然マムシ生きたまま8800円だっけ？クソだっけ？くぅ、高すぎ。さすがに高すぎだ。これは2匹目です。1匹売れました。残り3匹ですって。何なんだこれ。あ、もうつけたやつですね。でも高いな。8800円高い。さすがに。ね。まあ、マムシ酒っていうのはもともと1年以上つけないと、まあ、まともに、まあ、飲めないというか、飲んだら死んじゃう。毒ですから。マムシをでググります。マムシってどんぐらいの長さまで成長するのかな。日本マムシ。こちらが、45センチから80センチメートルだって。全長。稀に体長が1メートル近くになると。うわぁ、すごいね。なるほど。
欲しいんですけど、非常に怖いんですよ。はっきり言って。はっきり言って、マムシは怖いんですよね。当然ながら。だから、どうしようかなって。ね、多分来年も多分、ビビリなんで。ね。取りに行けるかどうか。今年はね、取りに行けなかったんですよ。俺がビビリのせいで。どうしようかな。やばいなと思いつつ、行きたいなと思ってたんですけど、でもなって言ってる最中にも、言ってるうちにも、シーズンが終わっちゃった。ね。取りに行きたいんですけどね。だからやっぱり、怖いですからね。しかも遠いんで、ちょっと。場所が場所なんで、ちょっと遠いし、まあ、遭遇できるかどうかもわかんないし、みたいな。だからヤフオクで、ねえって。まあでも8000円とかですか。ねえ。まあでも命を、ねえと。命よりは安いだろう、という感覚で言えば確かに安い。まあ、そんな感じですかね。おっと。ね。ということで、評価、しましょうか。長屋の梅酒。スペシャル。コクが三つ星。かな？コクが三つ星。甘みはもう四つ星でしょう。香り、まあ。香り。まあ、四つ星。おすすめ度四つ星。で、行くか。いいな、これで。はい、今回、日本酒ではありません。日本酒ではありませんので。コクが三つ星。甘みが四つ星。甘いです。まあ、コクは普通ぐらいでしょうか。香りもまあ、割と高めですね。おすすめ度四つ星。これはね、やっぱりね、長屋の、やっぱり人気が一番ナンバーワンか知らんけど、まあ、少なくともかなり人気ある商品なんで、これぜひね、皆さん飲んでもらいたい。です。ね。ということで、ご視聴ありがとうございました。